日本中部地方静岡県静岡市、青池五副町天馬町青葉通り、青池は2005年4月1日に誕生した静岡市の行政区の一つで、政令指定都市の行政区としては、日本一の面積を誇る。区域は、おおむね2003年4月1日に、旧清水市と合併する前の旧静岡市域のうち、東海道本線以北から旧長田村域を除いた、 ものである。政令指定都市の行政区としては、日本一の面積である。これは、青井区の8割以上、静岡市全体の約60%の面積を占める、山間部の旧安倍軍を要するためであり、市街地として利用しやすい定地や平地は極めて、強小である。また、静岡市内の最高地点を有する。青井区の人口のほとんどは、 区の南部の狭い平野部に集中し、駿河区と共に静岡市の中心市街地を形成している。静岡県の政治経済の中心地として、堅固な地震対策が施されている、静岡県庁や静岡県警察本部の合同庁舎、各都市銀行の支店などが置かれている。南部は、戦国期の今川時代から、駿河地域の中枢であり、徳川時代には、 徳川家康が晩年に大御所政治を行った駿府城が築かれ、高野町には陣屋が置かれた。徳川政権の事実上の副都として機能した駿府城南日市面の一町四方に整然と区画された町割りは家康の言った当時のものとほとんど変わっていない。区の北部は南アルプスの山々が連なり人口は少ない。谷間には温泉が点在し、 観光客を集めている。伊川地区には区の支所が置かれているが、大井川鉄道伊川線は川根本町方面に走っているため、区の中心との経済的結びつきは、やや弱い。国土地理院の全国都道府県市区町村別面積庁によると、青井区の面積は1073.75平方キロメートルである。国土地理院によると、 青い区の東西南北それぞれの橋は以下の位置。東端は、弥生緑地、西端は、光岳の南約1 5 k m トル百戸沢の頭付近、南端は新東名静岡 SA の南約 2.1km、北端は、間の岳である。また、2010年国勢調査結果に基づく人口重心は、大岩4丁目32付近にある。 安倍川上流の安倍奥地区、わらしな川上流の旧清沢村、旧大川村、大井川上流の旧井川村は、1969年1月1日に、旧静岡市と合併した。2005年4月1日、静岡市の政令指定都市以降に伴い、安倍奥と井川は、静岡市街地と共に、青井区に含まれている。行政機関は、井川は、 青井区役所井川支所という扱いであり、安倍奥に至っては、行政機関は設置されていない。安倍奥、奥大いでは川に沿った標高の低いところに細く、長く集落が点在している程度であり、最も大きい集落である、井川本村ですら人口が500人に満たない、規模なのでコスト面で、行政機関を設置することが難しいのが、その理由である。井川は、 鉄道では、島田、川根本町と通じているが、路線バスや乗用車で、静岡市の市街地へ向かうことが多い。市街地に向かう県道は3本あるが、どの県道も山間部を縫うようにして通り狭い上、標高1000メートル町の富士見峠や、大日峠を越える長いワインディング路であるため、静岡市街地から、伊川ダムまで2時間近い所要時間がかかる。近年では、 長島ダム建設のおかげで、大井川鉄道井川線暇蔵駅より、大井川下流側の県道が非常によく整備されたため、スーパーマーケットや、ホームセンター程度の日用品の調達には、川根本町、島田市川根町方面へ行くことが若干増えているようである。大井川鉄道井川線は、本数も少なく、運賃もバスで、静岡市街地に行くより高いので、 生活の足としては向いていない。紅葉の時期など、ハイシーズンは、多くの観光客で賑わいを見せるが、閑散期はほとんど乗客がおらず、その名の通り、閑散としている。以下は安倍奥地区は、藤川沿いのルートが開かれるまでは、山伏峠などを介しての甲州との交通の要衝であり、駿河信仰の後、永6年間末期には、梅が、島金山は、 武田市の直量となったことから、公衆と関係の深い地域であった。青井区役所町づくり振興課による、ブロック分けに基づく分類とする。私立認定子ども園保育所。ありがとうございます。